こんにちは。上野のアウトドアショップフィット2店長の関です。今回はアメリカのブランドメレルからこちらのアジリティピーク5ボアゴアテックスという商品を紹介していきます。こちらはメレルのトレイルラン向けシューズアジリティピークに防水透湿素材ゴアテックスとフィット感調節用ボアシステムを搭載したメレルでもハイモデルのシューズです。メレルといえばこちらのマーブといったトレッキングシューズや履き心地抜群のこちらのジャングルモックシリーズといったライフスタイル向けの商品が多かったですが、最近ではトレイルラン向けのシューズにもこだわっており、イベントや大会などに協賛したりと力を入れているカテゴリーです。メレルのトレイルラン向けシューズといってもライトなものからヘビーなものまで様々なものが展開されていますが、今回はその中でも大人気なアジリティピークがアップデートされました。アクティビティだけでなく街中で履く分にもおしゃれなこちらの商品を今回は紹介していきます。デザインは他のメレルのトレイルシューズとは違って街中にも溶け込むような見た目をしています。サイドにはメレルやゴアテックスの文字、逆サイドにもゴアテックスやモデル名であるアジリティピークという文字が入っています。現在こちらのモデルはブラックとホワイトで展開されており、ブラックではこの文字が同系色ですが、ホワイトでは黒い文字で書かれているのでとても目を引きます。アッパーには主にニット素材を使用し、負担のかかりやすい部分などに TPU での補強もされています。そして横から見てもすぐわかる通り、アウトソールの突起がかなり出っ張っています。ここからは機能性にもつながりますが、この突起はラグと呼ばれており、これが高いほど地面にしっかりと食いつき、滑りにくくしてくれています。この商品でのラグはメレルの中では高めの 5mm で設計されています。他にもこのアウトソールには、防滑性、耐摩耗性で高い評価を得ているイタリアのビブラム社製のソールを用いており、その中でもより優れているビブラムメガグリップというものを採用。これにより普通の道だけでなく濡れた路面や山道などでも滑りにくくしてくれています。滑りにくさだけでなく履き心地も良く、厚底なのに沈みすぎることもなく、クッション性がかなり良かったです。これは歩いた際に衝撃を吸収するのに重要となるミッドソールと呼ばれるソールの中間部分にフロートプロというものを用いているかららしいです。この画像はソール内部の簡単な模式図ですが、このフロートプロがクッション性に優れ、また普通は両立させることの難しい軽量性、耐久性を両立しているらしいです。他にもこのミッドソールにはこのような縦横の溝があり、縦横どんな方向にもスムーズに屈曲してくれています。インソールにもクッション性に優れたものを使用しています。こちらは防臭加工が施されていますが、取り外せるので中敷きのみ丸洗いすることも可能です。ソール内部の一番下の部分には、ロックプレートと呼ばれる硬いプレートが入っており、地面からの突起などの突き上げに対応しています。こちらは走ったりするときに体重のかかりやすい前部分にのみついています。ソールだけでなくアッパーも高機能で、素材には主に軽量性と通気性に優れたメッシュ生地を採用。それでいて防水透湿素材、ゴアテックスを搭載しているので見た目からは想像もつきませんが完全防水になっています。どんなに雨が降っても中まで水が染みてきません。フィット感の調節にはこの靴の大きな特徴でもあるボアシステムにより、ダイヤルを回すだけなので靴紐よりも簡単に調節できます。これにより足腰が悪く靴紐の結びづらい方にも好評です。いかがだったでしょうか。履き心地抜群で完全防水、ボアシステムにより調節も簡単なメレルの2024年秋冬の新作アジリティピーク5ボアゴアテックス。トレイルランではもちろんのこと、見た目もシンプルなのでタウンユースやゴルフなど様々なシーンで使いやすいと思います。店頭及び概要欄に記載のオンラインストアにて販売しているので、ぜひチェックしてみてください。何か質問等あればお気軽にコメントしてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。